おでもシンプルにここはもはやこれがシンプルに見えてしまっているっていう。おおいいねこの。おおこれ大変やで、ね、わかるこれ。俺これ大変やな今の。今のレイヤーこれえぐいことだ。えぐいことだってこれレイヤーすごい。レイヤーえぐいことだってなこれ確かに。QED ってとこもいいよね。確かに。この理系っぽく。エンドって書かへんってところがね。うわぁうわぁえぇ、ー、なにこれすごすぎる。なにこれえぇ、これホエーのエンディングでしょ。まさ、大バキューされた。またやられた。じゃあ後ろにダンザーとか書いてあるの。え、そうバイスメンテン。ほまほらほら、これゲ何やかや耐えるとか。じゃあこれはもうプレステ3やで、これ。プレステ3ぐらい、これなんか。プレステ3ぐらいは。なんか。何これ、何これ、何これ。え？あ、売名です。誰？どうなった？確認いきまーす。え、うまっ！うまっ！え？え、すごい。うわ、すげえ、ポケモン。すごい。え？すごい。これだってほんまにポケモンのあれみたいな。ポケモンみたいな、しかも。これ売名、ありがとうございます。この東京未成年シンドロームさん。いや、ほんまに行きたい。うわ、すごい増えてる。うわ、すごい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 。かわいい。これホエーじゃん、もうこんなこれホエーの。すごい。今のホエーやな。うわーいいね。すごいわ、めちゃめちゃいいわ、これ。これマリオのあの感じの積分とかも、うわ、すごい。いや、すごいわ。うわー。全部っていうところね、また。はい、うわ、すごい。あー、でも、めちゃめちゃいい。え、すごい、これ。って感じ。困った、困った。ここもなんかすごいね。やっぱインテグラル、シグマ、すごいわ。デルタとかね。でここがここ、ここがめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ好き、俺も。ここまで人生かけて頑張ってくれた。ありがとう、ほんまに。ありがとう、ほんまに。いや、でもこれすごいわ。俺、これな、使ってあげたいな、今の。今の俺、大好きやわ。おお、すごい。え、これ、なんか、アンナみたい。すごい。雑誌みたい。雑誌みたい。お、すごい。え、これすごくないこれ。すごい、これ。え、すごい、これ。おお、いや俺ちょっともう今の一目惚れしてるわ、結構今のやつ。これだってこれすごいね、これでもニコラチャンネルニコラチャンネルの入りやこれ。ニコラモデルやね、これ。おお、すごい。おお、すごい。なにこれ。いや、すごい。やっぱ、なにこれ。かっこいい。すごい。映画やん。え、これ映画やん。また私、え、これ映画やん。また打ち抜かれちゃった。え、これ映画じゃない。巨演。うお、すごい。何これ、何これ。手書きや、これ。 iPad で書いたん。 iPad で書いたんやん。見て、すごい。モンスタージョン TV ゲーム好きな動画並べてるんやね、多分これ。ほんまにこの子が好きな動画なんや。好きな動画ばっかりやわ、これ。これいいな、味出てんな、これ。あ、ここでちゃんと編集もちゃんとできる。あ、これもいいな、これ。なんかそうそうそう、ちょっとあの、あー、いいね、いいね。ちょっとコンティニュー。はい、俺これ好きやな、これ。好きやわ、これ。これいいな、これいい、これいい。ということで、まあ一旦全部見終わったんすか。一旦見終わりましたね。ちょっと皆さん、想像をはるかに超えたクオリティの作品の数々、本当にありがとうございました。ありがとうございます、本当に本当に。めちゃめちゃ感動しました、本当に。頭痛いわ、これ。逆に頭痛いわ。人事ってこういう気持ちだよって感じで、もなんか君もいい子なんやけどこの子取るわみたいな気持ち。でもこれどうしようほんまって感じだね。ほんまにちょっとどうしたらいい、これ。ほんまこれ分からんわ、これはね。一個選べる、今無理なんやけど俺。これは大体決めてるよ、もう。俺は決めてるよ。
時にさ、なんか一つにしていいんだよ、一つに死んでいいやん、もう。じゃあいいんじゃないですか。だってさ、誰が一つに決めたかって決めたの。いや、誰も言ってないですよ。誰も言ってないです。やっぱり、エンディングはこれっていう、なしで。もうそっちに動き出したんや、もうやっぱ企画によって変えるっていう方のはいいと思う。あ、それ俺さ結構提唱、あ、それはもう言いたい。その補足説明をする予定やった。俺は勉強動画も多いと。それはなんか異形気質が、そうそうそうね、はいはいはい、わかりますよ。そうじゃない時は違う、そういう異形要素が少ないの。まあまあわかりますよ、わかりますよ。そういうのでちょっと分けたいと思いました。じゃあまず、うん、僕から。あ、オッケーオッケー、わかりました、わかりました。こちらです。どれだ。あー、はいはいはい、この遊び心いいよね、これ。シンプル。俺んじゃこれです。これです。やっぱこれ。あー、これです。いいよ。いや、これがやっぱり一番、ね、うん、確かに世界観的にもちょっとだけ理系が出てきて、確かに俺らの良さが現れつつエンディングに一番いいんじゃないかなって。いや、これはね、俺これがやっぱ一番、これにしよう。これにしよう。いや、これやっぱ俺な、俺何回見てもこれやねん、俺の中で。で、なんといっても最後ここ。いや、これ素晴らしい。これがやっぱ素晴らしい。天才。これ天才やと思う、ほんまに。じゃあ、はい、行こう。はい、嘘。それ選んだ俺。ちょっこれや、やっぱり俺、それ選んだ。これや、やっぱり。お前、ちょっと見てもらおうか、この辺にいる人らに。これじゃどういう意図で選んだか、ね、俺こんな見た目やけど。綺麗めすぎるとしょうもないことができなくなってしまうんじゃないかっていう。なるほど。この顔ならメントスコーラしても やったらあかんのですかっていう。なるほど。え、メントスコーラやったらあかんの何がなみたいな。確かに、そんでそういう感じ。じゃあ僕2つ目、はいはい、はい、これ。俺が選んだのはこれっす。こいつはやっぱりね、絶対。ああ、これはもう絶対よ。これ絶対。これも絶対。これはもうマストよ。で、理系企画の時、勉強企画の時にこれでいいんじゃないかな。いや、もう感動すら覚えた。いや、これほんまに。いや、俺もうね、やっぱり理系企画とか勉強企画が多いからこそ、これは選んだけでは分かんのかなって。これはでも絶対使わなかった。これを使わないは胸を張ってられないわ。はい、というわけで皆さん、はい、本当にたくさんのチャンネルエンディング本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に250件も、どれも本当にね素晴らしくて、僕たちのために時間を使って作っていただいて本当に本当にありがとうございました。というわけで今日から使っていくのはこのエンディングだーって言うから、ちょっとそこ一緒に。わかりました、わかりました、わかりました。言ってそれ、もうやる前に。はい、というわけで、はい、今日から使っていくエンディングは、これだいや、本当にどれもこれも素晴らしかった、うん、いや、だからね、これをね、この1個だけ採用、あとおじゃんってこれちょっとダメやと思う。やっぱりあかんと思うねんな、俺も。ということなんで、はい、企画によっては企画に合わせたテイストのものを使っていこうかなと思ってます。はい、声っぽいエンディングも中にはあったんで。そうですね、はい、ホエーチャンネル、サブチャンネルの、まあ、株式会社ホエーの方でも、使わせていただけたらなと思っております。はい、というわけで、はい、皆さん多分これから結構いろんな種類のエンディング、はい、多分使われると思うんですけれども、はい、皆さん本当に大事に使わせていただくので、この度は本当にありがとうございました。ありがとうございました。